しく育てる子育ての味方。楽しく育てる子育ての味方。この番組は子育てに関するさまざまなテーマで役に立つ情報をお届けしていきます。今回は愛媛コーチングブロッサムの中越梢さんにお話を伺っていきます。中越さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。中越さんは普段どのような活動をされていらっしゃいますか？はい、子どもが自分で考え行動できる、その大人に育っていくために親としてね、どんなことができるかということで、関わり方、声のかけ方っていうのをママたちに教えています。はい、実際にですね、はい、どういった形で、はい、ママたちに教えられたりされてるんですか？はい、セミナーもやっておりますし、はい、あとやっぱりこう悩みって一人一人違いますので、こうマンツーマンでお悩みを聞いたりとか、それに対してどうしたらいいかっていうのをお答えしたりとか、あと子どもが自分で考えて行動できるようになるためには、こう関わり方のコツっていうのがあるんですね。ですからそれを体系化していますので、そのコースを受講していただいたりしています。実際にそういったですね、はい、悩みとかに関するところで、はい、今回、はい、お話しいただけるのはどういったテーマでお話しいただけますでしょうか？はい、今回はですね、はい、子供が嘘やごまかしをした時に親はどう対応したらいいのかっていう、そういうお話をしようと思っています。実際にこうお母様方からでもいろいろなご相談ありますか？はい、ありますね、はい、やっぱりね、子供が嘘ついたとかこうごまかしてるっていうのが分かったら、やっぱ親としてもすごいねショックじゃないですか。子供が癖になっちゃったらどうしようとか、やっぱその ずっと先のことをね考えた時にどういうふうにしたらいいんだろうっていうので悩まれている方、ご相談っていうのはありますね。ですよね、うん、その嘘をつく時って子どもさんの心理ってどういう風になってるとかありますか？そうですね、はい、だからちっちゃい時、うん、幼児期っていうのは、うん、ママやパパに構ってもらいたいために嘘をつくっていうのがやっぱ多いんかなと思うんですよね、うん、はい、過去のねクライアントさんの悩みの例で、うん、3歳の男の子と0歳の弟ちゃんがいる2人兄弟のママからのご相談だったんですけど、うん、上の子がね、もう、まあ、3歳なんで親から見たらすぐ分かるような嘘をつく、うん、おやつをねなんかちょっと口の端についてたんだって、うん、であれおやつ食べたのって言ったら、いや食べてないとかっていう、うん、まあ、そんな感じでそういうのが いろいろ続いて、うん、すごくこう心配になってきたっていうご相談だったんですね、うん、そういった時って親としてはどういうふうに対応したらいいとかありますか？はい、そうですね、はい、やっぱりね、そこでこう咎めちゃうと、うん、まあ、その時はねごめんなさいってなるかもしれないんですけど、うん、やっぱ怒られるのって人間嫌じゃないですか、うん、そうなりたくないって思ってしまうのが、やっぱちっちゃい子でもその気持ちは一緒なので、うん、もっとこう巧妙になっていったり、うん、うん、でそのことだけじゃなくて、それ以外の場面でも親に心を開けなくなっていってしまうんですよね、うん、あとやっぱり寂しいとか構ってもらいたいっていうので嘘をついているっていうのが根底にありますので、なんで僕のことを分かってくれないんだっていう、うん、欲求不満がさらに大きくなって、嘘をつくだけじゃなくって、その下のお子さん兄弟にちょっと意地悪をするとかね、やっぱりその子が生まれたことによって自分に構ってもらえなくなってきたっていうのはやっぱり3歳でも分かりますの で、だから親が知らないところでやっぱりちょっと夫と子をいじめるとかで、実際やっぱそういうことも起きてるっていうことだったんですよね。そういう風にして、まあ、違うところにまで欲求不満のこうマイナスの影響が出てきたりとかするので、いやもう本当に親が目の前 その子供たちが言ってることが、うん、こうなんか信じられなくなってくるっていうと、そうですね、はい、親の不信感っていう、うんうん、子供に対する不信感っていうのも、うんうん、こうありますよね、うん、本当その年齢によってやっぱりその嘘のつき方とか、うん、その嘘のつく
根拠っていうか、そういうものが変わってくると思うんですけど、うん、その年齢に応じたその親の対応の仕方ってありますか？はい、そうですね、年齢に応じたっていうよりはやっぱり共通するところがありまして、はい、その嘘ついてるとかごまかしてるっていうのが分かった時に、うん、こう親がすごい剣幕、まあ、それはきちっと言いたいんですよ、うん、だけどそこでもういきなりガッと言っちゃうと、うん、子供は心を閉じてしまって余計に嘘をつく、ね、嘘に嘘を重ねてね、うん、怒られたくないからっていうのバレたくないとかっていうので、本当嘘をついていったりとか、今後バレないように巧妙になっていったりっていうことになっていったりとかするので、あの親はまずはちょっとやっぱり冷静にで、その子もやっぱりそれをやってしまう理由っていうのがあるので、まあ、そこはお子様の味方になるようなスタンスで、あの子供が安心して本当のことが喋れるような、まあ、こう安心感を作り出していってあげるんですね、うん、でちっちゃいお子様だったら抱っこしてあげたりね、小学校低学年とか、まあ、全然高学年とかでもね、あのまだまだ抱っこしてもいいかなと思いますので、ちょっとこう抱きしめたり手を握ったりとかしてね、あのママもこういうことを気づいちゃったんだけどとか、こういうことしてるんじゃないかなと思って気になるのよねみたいな感じで、お話しして本当のこと知りたいなとかいうふうにして、まあ、穏やかに話を進めると、まあ、子供まだ子供も本当のことをこう心開きやすいかなと思いますので、でもあの正直に言ってくれたとしますよね、まあ、そしたらその時最初に言ってほしいのは、本当のことを言ってくれてありがとうってね、うん、まずそこを言ってあげてほしいんですね、うん、そしたら子供も本当はいけないことはもちろん分かってたんだけど、勇気を出して本当のことを言って、でそのことをすごい怒られるんじゃなくて、その前に本当のことを言ってくれてありがとうって言われると、まあ、あのちょっとこう安心するというかね、うん、自分その子自身の罪悪感も解放されるんじゃないかなと思うんですよね。でその後で、まあ、さらに本当のことを言ってくれたりとかで、ママもそのお話をね聞いてあげて、そしてあのじゃあどうしたらいいかなっていうふうにして、あのこうもうダメでしょとかっていろいろこうお説教、うん、もちろん大事だから、それをあの聞く耳を開かせるためにね、そして自分自身で考えて解決策を考えてもらうために、まずはあじゃあどうしたらいいと思うとかっていう解決策を子ども自身に考えさせるように質問をしてあげるんですね。なるほど、うんうん、でもそれはちっちゃくてもあのすぐに考えられないとか、そこまでねあの喋れないとかいうようなお子さんもいらっしゃるかもしれないけれども、やっぱりこう問いかけっていうのを日常の中でしていくことによって考える力っていうのは育っていきますから、なのでね、これはね本当に年齢に関係なく、あじゃあどうしたらよかったかなとか、これからどうしたらいいかっていうようなことなんかもお話をして、で子ども自身に考えさせるし、その後で一緒に考えたりとかいうふうにして、で、さらにねママやパパがどうやってそのことを気にしてね、あの悲しかったかっていうママたちの気持ちっていうのも伝えたらいいと思うんですよね、うん、やっぱり子供からしてみたら親を悲しませてしまったっていうのすごくショックで、そのショックがもう次は絶対やらないっていうね気持ちにもつながっていったりとかするから、やっぱり親の気持ちっていうのもお伝えしてあげるといいと思います、はい、で一番最後にね、あのいろいろお話ししてくれて本当にありがとう、ママは何々のこと大好きだよって言って、その愛は変わらないんだっていう、存在そのものは変わらず大好きだよ、愛してるよっていう、そこの愛をね最後伝えて、ハグしてるんだったら言って、ね、力強く抱きしめるとかいう風にして、なんかね、その存在はね、存在への愛っていうのは伝えていかれると、そのもし構ってほしいっていうのって嘘ついてるんだって、その愛情がね満たされて嘘をつく必要がなくなりますし、やっぱり子供を嘘をついたことバレてね自分のこと嫌われるんじゃないかとかね、いろいろ心配してるだろうけど、そういうことはあの大丈夫なんだっていうことで、もう笑顔に、ね、なって素直にご反省して行動を変えていくっていうことにもなっていきますのでね、はい、最後の愛を伝えるっていうのをやってほしいなと思います。ありがとうございます。はい。
あの嘘やごまかしがあった時にどのように行動したらいいってことを今教えていただいたんですけれども、はい、普段から、はい、あの接していくにあたって、はい、どういうふうに接していったらいいですか？あ、そうですよね、はいはい、心が健全に育っていくために親ができることっていっぱいありますし、うん、心が健全に育つとそもそも嘘とかごまかしとかする必要性がなくなっていきますからね。はい、じゃあどうするかっていうことなんですけれども、やっぱりね、こう子供にこう親がどれだけこう愛を子供のことを愛してるかっていう愛を伝えるっていうことを日々の中で入れていくっていうことですね。もう本当ね、大好きな気持ちって当たり前すぎてわざわざ言葉にする必要もねないかなとかっていうふうに思うかもしれないんだけど、やっぱりね言わなきゃわからない部分とか、あの子育てしてるとやっぱり子供にいろいろ注意することとか怒ったりすることっていっぱいあるので、子供からしてみるとね、あの改めてこうそういうことを大好きっていうことを言ってもらわないと、あの嫌われてるかもしれないなとか、いつも怒られてばっかりみたいな、あのネガティブなことばっかり印象に残っちゃうんですよね。うん、なのでわざわざ声に出して言葉にして大好きだよっていうのをね伝えていってあげるっていうことですね、はい、で特にね、あの寝る前にそういう言葉を伝えてあげるといいですね。まあ、親の方もね普段 日中は忙しいしね、あのいろいろ言うこといっぱいあるじゃないですか。ありますね、なので改めて大好きとか言うことってなかなかそんなタイミングってないかなと思うんですね。だからこそね、寝る前ちょっとまあお休みとか挨拶するとか添い寝するとか、まあ、そういう時にね、その子のことを大好きとか、その子の好きなところをね言葉に出して、そういうおしゃべりをしながら寝かしつけてあげるっていうことをすると、うん、子どもも心が落ち着いて深い眠り、安心して深い眠りにつくことができますし、あのそこがね嬉しいから、まあ、日中いろいろやらかしてね怒られたりとかするけど、ママはパパは自分のことがやっぱり大好きなんだなーって、うん、ああいう気持ちで満たされていくのでね、うん、でちょっと大きくなってきてね、そういうのとかする必要がない時なんかは、まあ、おやすみなさいの挨拶の時に笑顔でおやすみっていうだけでもね、うん、違う、そのわざわざあの言葉にするような年齢でもなくなってきた時なんかは、おやすみなさいっていうのは笑顔でするっていうことであったりとか、まあ、あと日中の中でやれることとしては、子供が話しかけてきたら、あのちょっとこうちゃんと向き合ってお話を聞くよっていう姿勢を見せる、まあ、忙しいとは思うんですけど、一日の中で1回ぐらいで構いませんのでね、あのこう子供の話に耳を傾けるっていうのを意識してみる、もう本当1日1回で構いませんので、あの子供が好きなゲームの話でもいいし、アニメの話でもいいしね、親は興味ない話かもしれないんだけど、あの子供が話してる内容を聞くというより、こうやってこう親の愛を確認してるんだなっていう気持ちで聞けば、すごく聞けると思うんですよね。その会話を通して愛情の交換をしているっていうふうに思うと、まあ、1日1回ぐらいはあの大事に会話を大事にしやすいかなと思いますね、はい、それと普段ママやパパが心配しすぎると、子供は心配かけさせまいと思って嘘つく必要ないのに、あの嘘ついちゃうというかね、言わないとかいうことも起きたりとかするので、まああんまりこう心配しすぎることはなく、まあドーンと構えてできたらいいなと思いますね。そういったところを見て、この子どもさんとの距離をね、はい、うまく考えながら、はい、しっかりと愛情は、うん、あの伝えていく、そうですね、はい、そういったことをちょっと気をつけながらやってみたいと思います。私もありがとうございます。はい、高橋さんの方から何か、はい、あの告知、お知らせしたいことなどございますか？はい、ありがとうございます。私は YouTube で動画を配信しています。楽ちんで楽しい子育てをするコツや、親自身がね自信を持って子育てするための、まあ、親のねメンタルの部分の話なんかもしておりますので、ぜひね見ていただいてお役に立てていただければいいなと思います。はい、 YouTube 以外にもオンラインで受講できる子育てのコースもありますのでね、もしそちらも興味ありましたらお問い合わせしてみてください。ありがとうございます。はい、確認しながら、はいはい、皆さんもいろいろご覧になってみてはいかがでしょうか。はい、
今回は愛媛コーチングブロッサムの中越梢さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは次回もお楽しみに。